もともとやっぱ生産ラインを立ち上げるっていうタイミングで、まあ、今言ったそういう設備のデータ、まあ、IoT にも力を入れたいねっていうのが、まあ、スタートっていうところがあります。はい。まあ、富士電機さんとは、まあ工場向けではまあ変受電設備とか FA コンポで、研究所向けに関してはまあエネルギーマネジメントシステムであったりとか、まあ空調システム関係のまあ領域でまあいくつかやり取りがありましたが、まあ今回今話をさせてもらった生産ライン関係ですね、まあそういうところの領域でっていうのは当初はやり取りがなかったっていうような形です。はい。いくつかいろいろ会社はありましたけども、やっぱ実際お話をさせてもらって、まあ、より良い提案をしてもらったのが一つ、まあ、かつあとは新しい提案ですね。自分たちがまあ、ふんわりしたようなそのこういう改善の、テーマに対してこうしたらどうだっていう提案もいくつかしていただきましたので、まあ、そういう点ではまあかなり信頼できるなっていうところがあって、まあ、一緒にやってみたいっていうような、ことを思いました。あとは実際まあ2年ぐらいトライアルさせてもらった実績の中で、まあ導入して自分たちが思うシステムとか実施したっていうのが大きなポイントになります。であとはまあ価格競争力のところですね。他社さんよりも競争力があるっていうところの点で富士電機さんを選んだっていうところ。その加工工程によっていくつかその管理するべきポイントがありますと、まあ、先作でいうと、まあ送り条件であったりとか、まあ、回転数とかあるんですけど、もうそういう加工してる時の、まあ、振動であったりとか、あと負荷ですね、どれくらい抵抗がかかってるかっていうところによって、まあ、品質が変わってきたりするんですけども、そういうデータを、IoT のシステムで抜くことができる。でまあ、そういうデータを、まあ、上限下限とか、まあ、敷地を設けて、その規格から外れたら、まあ、設備を止めるっていうことで不良品を流さないようにすることができる、はい、そういうところを管理するっていう上でも、まあ、IoT のシステムはすごい、使える。ラインってかなり広いんですけど、実際作業してる人って少ないんですね。長さでいうと 170m ぐらいあるんですけど、まあ、そのラインの中をだいたい7名ぐらいで見てますと。でなので1人の担当する設備でかなり多いんですけど、実際どこが止まってるっていうのは、富士電機さんのシステム、まあ、モニターとかに映してるんですけど、それで、まあ、簡単に見ることができるんですね。あの工程止まってるねっていうのが、まあ、今でいうとまあ色とかで表示されてますと。なので作業者の方は、あそこ止まってるからじゃあちょっと見に行こうかっていうところの、次のアクションを取れるっていうのは、まあ、いいことです。まあ、設備のそういうまあ振動データであったりとか、品質データですね、まあ寸法とかも測ったりするんですけども、まあ、そういうデータを吸い上げてっていうところですね。データをまあ管理することで、まあもしそのワーク加工したものにまあ不具合があった時とか、に、まあいち早く、気づけるというか確認してまあ対処できる。まあ、具体的に言いますと、まあ、ワークにシリアルナンバーっていうものが打たれてます、そのシリアルのナンバーから、どの設備を通ったとか、どういう条件で加工したとか、そういうデータを引き抜くことができるんですね。でそういうところから、あ、じゃあここが悪かったんだねっていうところを見つけることができる。で見つけることができると、まあ、そうしたところから次の、まあ、対策であったりとかに、進んでいくことができるっていうところですね。まあ、まず物を作ってる、ところにつきましては絶対同じように使えると思います。やっぱり同じように品質を確保されてますから、そういう時に、まあ、データが必要になってきますので、そういうところでは、使えるかなと思いますね。あとは他の業種にあたっても、まあ今後、まあ、そういうデジタル化っていうのはどんどん進んでいきますから、まあ、データを抜く、そのデータをいかにどう使うかっていうところは、まあ、このワンパッケージっていうのは使えるかなっていうふうには考えてます。はい。やっぱ今いろんなデータを取ってきてますと。でそのデータを、まあ、いかに有効活用していくかっていうところを、富士電機さんといろいろ話ができたらなと思ってます。または、まあ、IoT のサプライヤーとして、さらに、このデータを有効活用するためにどうしていくかっていうところの、提案をどんどんしていただけるっていうことに期待していきたいと思います。